とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー3周やっていきます。昨日普通に回ったんだけども、こんな感じでした。重力、輝くハープクロスボウ、呪いの斧。まあまあ、そこそこ火力があるやつだけども、俺が求めてるやつではないんだな。今日はいいのが出てきてくれるかどうか楽しみです。3周いきます。1周目のボス着きました。最近はね、35分ぐらい、35分いらないかなぐらいでいけるようになってきたね。これをね、あーちょっと待って、俺挟まってる、あぶねえ挟まってる、ボスのね股のところにね思いっきり挟まってた。これね、ちょっと前も確かこれあったんだよな。なんで最初、近づきすぎるのは良くないな。ちょっと注意しよう。最初近づきすぎると、ボスの股の間に挟まるから、あぶねえ要注意。あぶねえ。死ぬところだったわ。よし、OK。ビーストバーストいいな。一気に吹っ飛ばすから。めちゃくちゃ使える。ちょっと待って、俺完全に避けてると思うんだけどな。ちょっと待って、ここで減らしすぎるとなんか危険な気がする。やばいな。お、危ねえ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 。ゴリさん来る、ゴリさん来ちゃったちょっと逃げ回りながら回復するまで待つね。 OK。 こっちにもいるっしょ。あれ、あ、いた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 、おいで。 OK、 いくぞ。まずはゴリさんを倒しつつ、いいね。で、この下からこの出てくるトゲ、これ嫌いなんだよね。思いっきり食らっちゃうからこれは嫌い。大丈夫、あと一発でも耐えれるね。よし、オッケー。ちょっと時間かかったけども倒しました。お願い、いいの来て、お願い、そろそろいいでしょう、そろそろ来てよ。おーいおいおい、なんだこのなんだこの3つは。うわ、ひどいな。まあ、白長でしょ、こん中だったらさ。いや、よくない。まあ、とりあえず白長、取っときます。それでは2周目、いきましょう。ボスの股の中に入らないように、ちょっと離れたところを、スタート。OK。今回はちょっとミスらないようにいきましょう。さっきがね、ちょっとダメージえらい受けたからね、ダメージを受けないようにいきたい。できるだけね、こいつのねダメージが入らないところで攻撃してるつもりなんだけどね、意外とダメージ受けちゃうんだよな。あと1体いるっしょ。 OK、またまたか。なんか避けてる気はするんだけどね、避けれてないんだろうな。またゴリさんが出てきた時に大変になるぞこれ。 OK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 、 まあまあしっかりとりあえず避けていこう。しゃあ、オッケーオッケー、いい感じかな。あー、でここでゴリさんが登場。いけるいける、ちょうどいいわ。いや、むしろ登場してない。え、取
登場しなかったね。じゃあもうご了承しよう。出ないパターンあるんだ。いや出すか、最後の最後出すか、最後の最後出してくるかな。いや何にも出さないぞ。このパターンあるんだ。はいはい、 OK。 まあとりあえずクリアですね。さっきが全然良くなかったから今回はいいの来て、お願い、一つでいい、一ついいやつお願い。消防すぎ、ひどくねえかこれ。フレイルいらんわ。いやひどい、2周目これひどいぞ。あーまあいらないけどフレイルかな、この中で選ぶならさ。だね、いらねえなー。それではラスト3周目いきましょう。最後はなんか来てほしいね。2周目ひどかったもんな。まあ、サクッと倒しましょう。もうさすがに慣れたよ。あでもこういうのがあるからね、油断はできない。あと1体よし、 OK。 この人左手がね危ないからね、左手じゃない方で戦った方がいいんだよね。今回矢が少ないな。嘘、マジか。まあまあいいや、なんか事故るね今回、なんかやたら事故る気がする。よし、まあ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 半分いく頃にポーション回復してくれるかな。もう嫌なやつだな。オッケー、大丈夫ね、回復する。これぐらい、おお、マジでか、やばい。いやいや大丈夫大丈夫、ポーションはちょうど回復するから、ほんとちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらい。よし、オッケー。あれ、ゴリさん1体だけ、あ1体だけだ、珍しいね。よし、オッケー。1体だけしか出なかった。さっきはね1体も出なかったし、なんかこういうこともあるんだろうよ。うん、はい、ちょっと欲しいからあっち行って。よし、オッケー、大丈夫、トゲがあと1回出てきても大丈夫ね。よっしゃー、まあ、無事倒しました。どうでしょうか、最後の報酬なんかいいの出てお願い。まあ輝く、どうだろうね、見てみよう。ああいいよ、いい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 、まあまあ霊気は、うん、まあまあ普通だとして、うん、ここで黄金つくっていうのが結構珍しいからね。で、しかも2だし、あり。で、雷フォーカス、ポーションバリア、炎フォーカス。いいね。当たり、当たりだよ。うん。全然使っていける。これは、いいね。うん。深海エリアで、これと、パープルストームあたりつけていけば、かなり、強いんじゃない？お、これは、良かったぞ。それでは見てみましょうか。今回はシアーダガーだね。これはいまいちかな。まあ、使うとするならば、クリティカル、雷、まあ、重力、悪くはないのか。でもまあ、回復がないからね、ちょっと使いにくいかな。で、フレイル、これ、点でダメでしょ。2回目ひどかったもんな。まあ、クリティカル、衝撃波、輝きかな。で、これは良かったね。輝くローブ。うん。
黄金で、霊気、そしてエンチャントで、雷と火炎のフォーカスで、ポーションバリア。全然使っていけるよ。いい、全然あり。で、前回のやつがね、こんな感じで、まあまあ、そこそこみたいな感じだったんだけども、今回の輝くローブ、これは、ありです。全然いい。すごい使っていけると思う。はい。ようやく一つ、使えそうなやつが出てきました。まあ、まだね、あと2週間、あそこの塔は健在みたいなので、どんどん回っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。